シオンとは、日本の競争馬である。主な勝倉は2011年青馬賞、2014年日経賞。馬名は、冠名バリアシオン。8月1日の小倉の芝1800メートルの新馬戦でデビュー。直線抜け出して2着に3馬審査をつけ一番人気に、答え、デビュー戦を飾る。続く阪神の野次菊クステークスも2着に2.1、2馬審査を、 つけて優勝した。しかし年末のラジオ日経杯2歳ステークスは、最後の直線で伸びを書き4着に敗れる。初戦の木更木賞は、前走同様に直線での伸びを書いて4着。続く、サツキ賞トライアルの弥生賞も7着となり、目標をダービーに変えた。そして青葉賞は、追い込みが決まり、重賞初制覇を飾り、ダービーへの優先出走権を獲得した。続く、 日本ダービーは10番人気とトライアル優勝馬としては異例の人気薄だった。レースは最後の直線で一度は先頭に立つもオルフェーブルの強襲にあって惜しくも2着に敗れたものの3着のベルシャザールには7馬身の喫茶をつけた。秋は神戸新聞杯から始動、中段から3から4コーナーで行為の外目まで進出したがオルフェーブルの2着。そして喫茶賞は 後方からの競馬で直線での末足勝負にかけたもののまたしてもオルフェーブルに2バシン1、2の差をつけられて2着に敗れた続く初のコバゼとの対戦となったジャパンカップは後方待機から3コーナーで一気に2番手まで押し上げ4コーナーで一度は先頭に立つも直線で伸びをかき5着に敗れる初戦の京都記念は最後方からレースを進めるも 直線で伸びをかき6着。日経賞では、最後片追走から追い上げるも逃げる猫パンチを捉えきれず2着に敗れた。天皇賞では中段に位置し、最後の直線で足を伸ばすが、ビートブラックの3着。このレースは、オルフェーブルに唯一先着したレースであった。続く宝塚記念では、前走同様に中段からのレースだったが、思いのほか伸びをかき4着。 その後、サ昨年朝ケ県園を発症し、長期休養に入った。1年半近い長期休養を経て、復帰戦として2013年11月30日の金車地章に出走し、久々のレースにもかかわらず、カレンミロティックの3着に入って力のあるところを示した。12月22日の第58回、有馬記念に出走、懸命な走りを見せたが、 三歳児の公的種だった、オルフェーブルに八場審査をつけられて二着となった。初戦の日経賞では、岩田厚成が起乗し、2011年の青馬賞以来1064日ぶりに勝利した。そして、天皇賞では、当初起乗予定であった岩田が、起乗停止のために、アンドレアシュ・シュタルケに乗り換わりとなるはずだったが、シュタルケが当日の第 5R で落馬負傷したために、 竹孝志郎が急遽起乗することとなった。レースでは、直線よく、追い込むも先に抜け出したヘノーメノを捉えきれず、GI では4度目の2着に赤敗した。初戦は、日経市賞に出走。安状は、弥生賞以来となる、福永祐一が務めることとなった。直線で内側から伸びるも一馬新さ4四差の2着となった。5月3日の天皇賞に出走。 中段から手応えよく、直線を向いたが、直線中ばで失速。打性で12着入線し、直後に、騎手の福永祐一がげば、検査の結果、左前浅く県不全断裂による競争能力喪失と診断された。六戦で安城を務めた安藤勝美元騎手によると、すでに3歳の頃から歩み様がおかしかったとのこと。引退後は、 種ボ場となる予定と JRA からは発表されたが、ノーザンファームしがらきで乗馬となることがウィーンの公式サイトで発表された。しかし状況は2点3点し、青森スプリングファームで種場入りすることが発表された。種場入り初年度の2016年は35頭の品馬に種付けを行い、2017年2月20日深夜に初子が誕生した。 2020年3月7日、中京サガールでドソハーツが勝利し、3区の初勝利を挙げた。ありがとうございます。